伊藤岳君日本共産党の伊藤岳です2010年12月8日に埼玉新都心郵便局員の実施事件が起きましたこの事件について本年3月31日埼玉県労働局労災保険者保険審査官が埼玉労働基準監督署長の判断を覆して 業務上災害と認める決定をしました資料をお配りしましたのでご覧くださいこの件についての西日本新聞本年3月31日付の記事ですノルマで過重業務郵便局員を過労自殺認定と報じています埼玉県在住の郵便局員 K さんは2006年5月に埼玉新都心郵便局への移動を命ざられました この記事にもあるように、当時の埼玉新都心郵便局は、郵政民営化後、職場環境が大きく変わりまして、トヨタ方式、つまり立ち作業や、また配達にかかる時間等を厳しく制限をするなど取り入れていました。加えて仕事でミスをすると、150人以上の職員の前で、お立ち台という台に立たされて、 そんな誤り方ねえだろうと上司から大声で叱責され追及を受けるということが日常的に行われていましたまた年賀状の販売ノルマが一人7000枚から8000枚と重られてノルマ達成のために自分で買い取ったり金券ショップに売ったりするいわゆる自爆営業と呼ばれることも横行していました こうした郵政の職場環境の中で、K さんは営業成績を上げるというノルマをつける圧力に精神的ストレスを重ねていきます。明るかった K さんからは笑顔が消えました。2008年2月にとうとうつ病発症、病休と復職を3回繰り返した後2010年12月8日、郵便局の4階から身を投げて死亡しました。 自死したその日も上司から罵声を浴びていてその後ご遺族に対してありがとういつもないないちゃんないないちゃんとは妻の名前ですごめんね行ってきますという最後のメールを送っていました実はこの埼玉新都市郵便局は私の自宅からも見えますので事件のことは頭から離れたことはありませんし思い出すたびに胸が締め付けられる思いです ご遺族は2013年12月に日本郵便に対して損害賠償請求訴訟を起こしさまざまな苦労の末2016年10月に和解が成立をしましたさらに2015年11月に埼玉県労働基準監督署に遺族保証年金等を請求しましたが不支給決定さらに2017年11月に埼玉県 労働局に審査請求をしましまたそしてとうとう本年3月31日に、埼玉労働局労災保険審査官が業務上災害と認定をしました。この事件について、民営化後に2つの出来事、1つは達成困難なノルマが課せられたこと、2つは仕事内容、仕事量の大きな変化があったことが、 近接して生じていることから業務による心理的負荷の全体評価は強強いですね強と判断するとして業務上災害と認定されたもので大変重要な内容を持っていると思いますこうして日本郵政のノルマをしつけに明確な判断が下りました日本郵便この埼玉新都心郵便局実施事件で一家の大黒柱であった 夫を失ったご遺族に対して、業務災害認定後、会社として面会することも謝罪することもしていません、理由は何なんですか日本郵政、この社員の方がです、ね、あの自ら命を絶たれたということは、大変あの重く受け止めており、改めてあのご冥福をお祈りをいたしたいと思います。 でえー、先ほど先生からもあのご説明がありましたとおり、えー、2016年10月にえ遺憾の意を表すると、まあ、そういう旨の文言を盛り込みました和解が成立をしているということを踏まえ、えー、本年11月にご遺族との面会をお断りしているとの報告を受けております伊藤岳君。今の和解と言われましたがね 和解したのは損害賠償請求訴訟の時点でしょ、今回、会社の業務上の責任が明確に確定した全く違った段階じゃないですか、その認識はないんですか。日本郵政衣川取締役、失礼ししまた確かに、えー、労災認定と和解とは別のものでありますが、えー、労災認定の判断がです、ね、あの和解に直ちにあの影響を与えるというふうには理解をしておりません。 伊藤岳君不誠実ですね、埼玉県労働局が、業務による心理的負荷の全体評価は強と判断したことを受け止めて、職場の改善に生かすことは必要ではないんですか。日本郵政絹川取締役 先生ご指摘のとおり、埼玉県労働局から認定が出ております。決定書では、時間外労働時間数の心理的負荷の強度が中、年賀の販売目標の心理的負荷の強度が中の出来事が生じ、民営化後に2つの出来事が接近していることから、心理的負荷の全体評価は強と判断されたというように理解をしております。現時点時点間外労働につきましては これまでの労基法改正も踏まえ、長時間労働の削減に努めるとともに、年賀販売につきましては、個人指標の設定を取りやめるなどの改善を図ってきているところでございます。さらに、今回の決定書の内容を精査した上えで、職場の改善に生かすことができないかどうか、検討してまいりたいと、このように考えております伊藤岳君。今の改善すると言われましたが、であるならばですよ、ご遺族と面会されて、 実施された社員の働いてた実態や、家庭の中でどんな悩みを語ってたかということなどを把握して、職場の改善に生かす必要があるんじゃないですか、どうですか日本郵政、衣川取締役えあの。先ほど申し上げましたが、まあ、2016年10月にです、ね、和解が成立,成立をしているということを踏まえて,まえてということにはなりますが、えー、ご遺族のご意向を踏まえ、 えー、あのご遺族との面会につきましては、ご遺族のご意向を踏まえ、真摯に対応してまいりよう、担当部署に指示をしたいと考えております伊藤岳君、面会されるってことでいいですね、日本郵政桐怒川取締役、はいあの。ご遺族のご意向を踏まえ、担当部署にそのように指示をしたいいと思います伊藤岳君、桐怒川社長、ご遺族に謝罪する気持ちはありませんか。日本郵政桐取締役 本件につきましては、ご遺族との間で2016年10月に、私どもの遺憾の意を表する旨の文言を盛り込んだ和解が成立をしているということでございます。それを踏まえまして、まずはご遺族にお会いをいたしまして、お話を聞かせていただきたいと、このように考えております伊藤岳君。遺憾とか他人事の意味じゃなくて、謝罪ということをするつもりはないのかと聞いているんです、どうですか日本郵政衣川取締役。 繰り返しになりまして申し訳ございませんが、まずはあのご遺族とお話をさせていただきたいと、このように考えております伊藤岳君、えー。日本郵政増田社長に聞きます。日本郵政グループの現職の方の実施者数について報告を受けていますか。日本郵政増田社長、えー。特殊会社でございます、日本郵政および日本郵便については、 毎年の衆議院予算委員会における資料要求で、当該実施者数についても、資料を求められております。こうしたことで、2社における前年度の実施者数を国会の方に報告をしていると、このように聞いているところであります伊藤岳君。はい、私のの手元にも日本郵政の 在職死亡や自殺者の状況の資料をいただきました。まあ、公表はされないということでしたけれども、でもちろん、社員の自死は、必ずしも会社側が原因となったものとは限りません。しかし、悲しい事件を繰り返してはならないと思います。埼玉新都心郵便局にあった、先ほど紹介したお立ち台。このお立ち台という労働環境は、当時の全国の優政職場、 全て共通,あり共通されました、またノルマ押し付け、パワハラの職場環境は、官補不正販売問題でも指摘をされていました。例えば、党委員会でも紹介したことがありますが、日本郵便のフロントライン折衝一覧には、官補の不正販売に関わってですね、こう言われたという証言があります。犯罪以外なら、何をやってもいいから数字を上げてこい。 やりきってこい、それがあなたの使命だと上司から強い指示もありましたという、社長への直々の訴えもあったじゃないですか。増田社長、ノルマ引っ立し主義のあり方が、日本郵政グループ全体に問われています。日本郵政として、埼玉新都市郵備局実施事件の労災認定をどのように受け止めていますか。日本郵政増田社長 まず、ノルマの関係でございますが、例えば年賀につきましては、個人指標の設定を取りやめるなど、順次改善を図っているところでございます。そして、埼玉新都心支店での問題でございます。社員が自殺したということは大変重く受け止めておりまして、今後はさらに社員の声に真摯に向き合い、 このようなことが起こらないよう風通しの良い職場づくりに努めてまいります伊藤学君社長重く受け止めるという話がありました先ほど絹川社長にもお聞きしましたけれども日本郵政グループの責任者としてご遺族への謝罪が必要だとは思いませんか日本郵政増田社長、えー、この関係についてはご遺族の関係につきましては 先ほど、日本郵便の社長がお答えしたとおりでございまして、今回、社としてご遺族の方々と和解をしました経緯、そしてご遺族のご意向を踏まえて、真摯に対応してまいりたいと、このように考えております伊藤岳君、ちょっと角度を変えます漢方販売問題への対話はどううなっているでししょうか、えー、日本郵便にお聞きします。 漢方製販売問題で、日本郵政グループが、日本郵便が実施した人事処分についてというのを公表しております。それによりますと、募集人1008人のうちあ、ごめんなさい、募集人1008人、管理者321人に対して人事処分を行った。募集人1008人のうち、懲戒解雇は25人、停職は12人、 一方管理者321人のうち懲戒解雇はゼロ、停職は2人、あとは開国訓戒注意にとどまっている。これデータ間違いないですか。日本郵政キル、えー、取締役スました。はい。えー、あの今あの先生からご指摘なりました通りで間違いございません。伊藤学君、現場からはどういう声が上がったでしょうか。保険販売で 不正を認定された社員への処分は進んでいる一方で、不正を後押ししたりした管理者の処分が全く進んでいない、こういう不満の声が出ていると聞きました。実際に高齢者や多数の顧客を苦しめる誤った営業手法を伝えてきた幹部や管理職への厳しい処分が皆無に等しいじゃないですか。増田社長、あなたは社内向け警察郵政う10月号にメッセージを寄せられて、 こう述べていますね信頼回復活動に愚直に取り組んでいく、社員の皆さんが誇りを持てる日本郵政グループへの変革に、全身全霊で取り組んでいく。しかし、ところが、官補不正販売問題では、誤った営業指をされた幹部や幹事職への処分が進んでいない、一方、業務上災害で命を落とされた社員へのご遺族に謝罪すらしない。 こんな会社に日本郵政の社員の皆さんが誇りを持てるんでしょうか先ほど紹介した西日本新聞の記事の最後には埼玉新都市郵便局実施事件のご遺族がこう述べています官府不正販売問題でも過酷な営業ノルマがあったことに9年前とつまり夫が実施した9年前と何も変わってない今度こそ 社員を対戦する会社にか,かってほしいと訴えている、この願いを真摯に受け止めてほしい、松田社長、どう思いますか。日本郵政、松田社長。えー、まず、処分の関係でございますが、こちらにつきましては、日本郵便、そして、かんぽ生命の方で今、現在、行っている途中でございまして、ご指摘の点も含めて、 いずれにしても事実関係を踏まえた上で適正な処分を行っていきたいとこのように思いますそして埼玉新都心の事案につきましては私も大変この事案重く受け止めなければならないというふうに考えておりましてこうしたことを含めて 実際にはその後、漢報の不正問題等も発生をしたということもございますので、その上で新しい社として生まれ変わるように、その中には、えー、あの我がグループの経営理念として、お客様と社員の幸せを目指すと、こういう表現が経営理念の中にも書かれておりますので、そうした経営理念を胸に刻んで、 これからの会社の立て直しさらに邁進していきたいとこのように考えております伊藤岳君今の増田社長は官府不正問題と埼玉新都心事件の実施権の関連も言われましたあの先ほど面会はされるというお話がありましたけれどもまずは面会はされてそしてよくお話を聞いてご遺族とも向き合っていただきたいしそして 官房問題の適切な処分、厳格な処分もきっちり進めていただきたい。そうしなければ、今、日本郵政の働く社員の皆さんが、幸せな職場だとこれ、実感できないと思います。改めてこのことを強く求めておきたいと思います。それでは、郵便法及び新処分法改正案の質問に入りたいと思います。本改正案では、通常郵便物の配達頻度を 週6日以上配達を週達日数を原則3日以内に送達を原則4日以内に送達に緩和します総務省はこの改正案の背景に郵便事業の人手不足は深刻化していることがあるとしています離職者も多く有効求人倍率も2019年度が3.80倍 年度平均が1.55倍で2倍以上の人手不足になっているとしています優勢職場にとって大事なことは労働者を大切にして職場環境を良くしていくことですそのためには給料を上げて労働条件を改善して人手不足も解消して働きがいのある先ほど松田社長も言った幸せを感じられる展望ある職場づくりを進めることだと思います 武田総務大臣にお聞きします今回の法改正は、労働者の賃金や労働時間の改善、人手不足の解消につながるのでしょうか、いかがでまず、賃金についてでありますけれども、これはあの日本郵政グループにおいて、労使交渉を通じて適切に対応するべきものだと、このように考えております。 で今回の法改正におきまして、普通郵便物について、週6日の配達が週5日となることにより、土曜日の配達業務がまずは休止となります、また、送達日数が緩和されることにより、深夜の区分業務も不要となることから、多くの土曜日の配達担当者および深夜帯の勤務者の再配置が可能となることから、 長時間労働や人手不足の改善に資することになると考えております伊藤岳君。はい、今、大臣から、えー、土日の配達業務が中止になる、相達日数が緩和される、深夜の区分業務が不要になる、こうしたことをついて、労働環境の改善につながる、人手不足の改善につながるという話がありました。絹川社長にお聞きします 今回の法改正によって、労働者の賃金、労働時間の改善、人手不足の解消を具体的にはどのように行っていくんですか日本郵政、桐川取締役お答え申し上げますあの。今回の改正によりまして、平日に業務,を業務に従事する社員が増えるであろう、あるいは中間帯に業務に従事する社員が増えるであろうというようにあの見込んでおります。併せまして 今回の改正によりまして、勤務時間帯等のシフトが可能となる要因の一部を、人手不足の中で現在、超過勤務、あるいは休日出勤等で対応,して対応することを余儀なくされております業務に再配置をすることによりまして、超過勤務や休日出勤等をさらに減らし、働き方改革を行,う行っていきたいと、そのように考えております。でえー 今回の改正の結果といたしまして、将来にわたり、郵便サービスを安定的に提供することができるような仕組みを築いていきたいと考えてございますが、これは社員にとっても雇用の確保や賃金の改善に資することになると、このように考えてございます伊藤賀君。翌日配達をなくして、送達日数を緩和したり、土曜配達をなくして配達頻度を緩和すること。 がどのように給料を上げて労働時間を改善できて人員を増やすことができるのか、えー、もうちょっと具体的に会社に示してほしいと思うしいくつかお聞きしたいと思います私先日日本郵便の現場で働く労働者の皆さんからお話を伺う機会がありました口を揃えて言われていたことはこの間職員数が削られて 非正規社員のの比率がが増やされてききたたから現場の仕事がきつくなっとということですまた、郵政民営化後、定員管理ではなくなったことから、正規社員が非正規社員に置き換えられ、人員を埋め合わせてきたともお話をされていました。ある配達に従事する社員の方はこう言ってました。郵便物の量が減ったといっても、 一人一人の配達エリアは変わらないわけで、一日の走行距離などは変わりません。今でも昼休みをまともに取れていないのが現実です。人手が増えないと、仕事の量や喫茶は変わりませんとおっしゃっておりました。今回の法改正を通じて、人員、特に正規の雇用を増やしていくことにつなげていくことが大変重要だとお話を伺って感じました。日本郵便 正社員の平均賃金についてお聞きします民間企業は正社員の平均賃金が上がっていますが日本郵便は下がっています2017年度は正社員の平均賃金30.4万円30万4千円でしたが2018年度そして2019年度の日本郵便の正社員の平均賃金を示してください 日本郵政絹川取締役あの今、先生からご指摘がございましたとおり、私どもが郵便局活性化委員会に提出をさせていただいております資料によりますと、2017年度は月額の平均賃金が30.4万円ということでございます。 であの私どもあの毎年、承久を実施しておりますので、ここの社員の賃金が下がっているということではないと考えておりますが、平均賃金の推移といたしましては、2018年度は30.3万円、2019年度は30.1万円と、このようになってございます伊藤岳君、まあこの平均賃金が今言われたように30.4万円、30.3万円、30.1万円と、年々下がっている。 こここ大大大変事事ななとととろだだ問題だと思いますそこで、衣川社長、日本郵便としては、この平均賃金の数字を上げていく意向ですか日本郵政、川取締役あのお答えを申し上げます。人力依存度の高い郵政事業にとりまして、まあ、社員は事業,事業活動を行う上での源泉でございます。 社員の能力を最大限に引き出すためには、社員の労働条件の改善は非常に重要なことであると認識をしてございます。これまで毎年、正久を実施しておりまして、個々の社員の賃金が下がっているということではないと理解をしておりますが、今後とも会社の経営状況等を踏まえつつ、各種労働条件の改善に取り組んでいきたいと、このように考えてございます伊藤学君。平均賃金を上げていく、こういこう意向だということよろしいですね。もう一度 日本郵政絹川取締役平均賃金自体は、あの社員構成によって、えー、いろんなバリエーションがあると考えてございます。私どもとしましては、あの今後とも会社の経営状況等を踏まえつつ、各種労働条件の改善に取り組んでいくと、このような、ことこういうことでございます伊藤岳君、はい。におよびにお聞きします、えー、超過勤務時間の短縮についてです。 衆議院の総務委員会の答弁の中で、今回の法改正をついて、1人1か月平均で約1割の超過勤務時間の縮減が見込まれるとしていますが、この積算根拠を示してください。日本郵政、諫過勤務の縮減につきましては、 その郵便局の置かれている地域性の違いなどによりまして状況が大きく異なると考えられますことから一概に申し上げるのは難しいところがございますけれども今回の郵便サービスの見直しにあたりましては少なくとも現在 郵便物の配達のために、まあ、土曜日に出勤している社員にかかる長時間の縮減は見込めるものといたしまして、土曜日の長時間の割合に相当する約1割程度の縮減が可能と考えたものでございます。なお、土曜日の配達の取りやめによりまして、当然、翌週の月曜日の業務量が増加することが見込まれるところでございますけれども、これらの業務量の増加につきましては、主として社員をあらかじめ増配置することにより、吸収してまいる予定でございます。 伊藤岳君、はいまあ、今も言われましたけれども、まあ、あの一般的に考えて、土曜日が休みになっても、郵便物のや荷物の量は変わらないわけで、その分の配達は翌週の月曜日に回ってくるということになる、あの今、増員でっていう話がありましたが、まあ、本当にこの1人当たりの1割縮減につながるかどうかっていうのは、まあ、ぜひあの疑問だし、これ、旗なマークです。 より検討を進めて文字通り一人一人の超過勤務時間の縮減短縮につながるように検討実施をしていただきたいと思います日本郵便に聞きます先ほど来小林議員のに対する答弁や他の議員の答弁でもありましたけれどももう一度確認します今回の法改正によって 土曜日配達が休止になることによって先ほど四万七千人と言われたと思いますがどれぐらいの労働者がシフトされるのかもう一度確認です教えてください日本郵政伊勢山常務執行役土曜日の配達からシフト可能となる要因につきましては 先ほど来申し上げておりますとおり、まあ、一部人手不足により、超過勤務や休日出勤等で対応している郵便分野に残るものもございますけれども、主に成長が見込める荷物分野へ再配達することを予定しているところでございます。どの程度の、どの業務にどの程度の再配達を、再配置を行うかにつきましては、荷物の増加の状況、社員の意向など、まあ、個々の郵便局の状況を踏まえまして、確定実施することとしているところでございます。 道学君、はいえー、郵便配達業務から荷物分野に移ることがあるというお話でしたが、つまり、これまで二輪のバイクで配達してた労働者の方が、四輪自動車に切り替わる、またあの軽い郵便物の配達をした方が、重いものもある荷物の配達に切り替える、こういうことが起こりうるっていうことですか日本郵政伊勢山常務執行役。 土曜日からの要因のシフト、それから深夜帯からの要因のシフトにつきましては、実際のこれらの再配,達再配置を行うにあたりましては、あらかじめ本人の意向を確認するなど、丁寧に対応することとしているところでございます。先員指摘のの荷物の業務を希望しない社員がある場合ににはは基本的には深夜帯で 新帯におきます、速達などの業務や、あるいは中間単位の業務に再配置することを想定しておりますけれども、いずれにいたしましても、まあ、丁寧に対応してまいることとしております伊藤岳君いやあのあの。ちょっと聞いていることに答えてほしいんですが、二輪バイクで配達してた人が四輪自動車に乗り換えることもある、軽い郵便物の配達をした人が重いものもある、荷物の配達に切り替えることもあるということですよね、そこだけ確認したいんです。 繰り返しになりますけれども、本人の意向等も。あの確認しながら、丁寧に対応するということでございます。あの本人のご了解が取れれば、言ご指摘のようなシフトも当然あり得るというふうに考えております。伊藤岳君。はい、まあ、起こり得るということでありました。もう一つお聞きします、えー。翌日配達を廃止することで。えー、これも確認ですが、先ほど五千六百人が。 他の分野にシフトされると言われましたでしょうかもう一度確認です日本郵政伊勢山常務執行役深夜帯から中間帯へシフト可能となる要因につきましては、えー、議員御指摘の通りの数字を先ほど申し上げたところでございます伊藤岳君はい。まあ翌日配達の中廃止つまり深夜の仕分け作業がなくなりますから深夜仕分け作業区分け作業にかかっていた5600人が 他の分野にシフトされるその5600人のうち、一定数は昼間の時間帯での配達区分の作業になると思います。同時また一定数はああの荷物などの分野に移ることになると思います。えー、この昼間の配達区分の作業になる方、これまあ夜勤、夜勤の手当が出てましたが、この夜勤の手当ができなくなりますが、 この夜勤相当分の手当は維持されるのかどうか、また荷物の分野に移る方、まあ、先ほど希望をよく聞いてということがありましたが、行きたくないという方の希望は聞き入れられるということでいいんですね日本郵政、伊佐山常務執行役。 深夜帯から中間帯へシフト可能となる要因につきましては、5600人を想定しておりますけれども、実際にどの業務にどの程度の再配置を行うことになるかということにつきましては、先ほど来申し上げておりますとおり、あらかじめ本人の意向を確認するなど、丁寧に対応していくこととしております。深夜帯から中間帯にシフトする場合におきましては、 夜勤手当が支給されなくなることにつきまして、まあ、丁寧に説明を行い、まあ、引き続き深夜帯の勤務を希望する社員につきましては、まあ、深夜帯における荷物,の荷物や速達等の業務へ再配置するなど、まあ、丁寧に対応してまいります。さらに荷物の業務を希望しない社員につきましても、深夜帯における速達等の業務や中間帯の業務への再配置を想定しておりますけれども、いずれにいたしましても、丁寧に対応してまいりたいというふうに考えております。 伊藤学君、はい。まああのいずれ様の手当が減ったり、内勤の方が外勤に回るということが起こりうるということだったと思います。そこで大臣にお聞きします、えー。労働者の今言われたシフト再配置によって、これまでの業務内容とは全く違う、まあ、いわば事実上の転職のようになってしまう人も出てくると思われます。 今、答弁があったように、手当が減る人も出てくる、労働条件が引き下がる人が少なくなく出てくるのではないかと思われます。でこういう事態は、本改正の、本法改正の趣旨に逆行するんではないかと思いますが、大臣、認識どうですか武田総務大臣。あのまあ、一概に逆行するとは言えないと私は思います。ししっかりとそうした 働く方々への思いやりを持って、全員で力を合わせていけばいいんじゃないかと思いますよ伊藤岳君。先ほどの大臣は、今回の法改正を通じて、えー、労働環境や人手不足の改善を資するんだというふうに言われました。あのぜひ今後注視をしてていいただいて、えー、このの本法改正の趣旨にに逆行するような事態には 怒らないようにしていただきたいというふうに思います。先ほど、の現場の労働者の方からお話を伺ったという話をしましたが、こういう話がありました、夜勤が日勤、夜勤から日勤に行くとなれば、仕事の内容は異なるしましてや外内勤から外勤、外勤から内勤へのシフトとなれば、もう違う職場に行くようなもの。 また別の方は、これ、銀座郵便局の方ですが、えー、銀座郵便局、深夜帯157人、そしてうち114人が非正規で、深夜帯の荷物区分をやられているそうですが、えー、時給が高くてので、深夜勤務をしているが、週4日入ってもようやく月20万ちょっとというのが実態ですと、えー、夜勤をしたくてやってるんじゃありません、やらないと生活できないからです。 昼間に行くと言っても、行けと言われても、賃金が安くて、とてもじゃないが、暮らしが成り立たない、という声もありました。まあ、こうなってくると、もを言わぬ退職干渉になってくるんではないかと思います。えー、こうした声をよく聞いて、労働者のシフト、再配置によって、労働条件が引き下がらないように、そしてまた、労働条件が引き下がることなどによって、人手不足が生じないように、 対応していただきたいと思いますが、鬼怒川社長、その決意お聞かせください日本郵政、キヌ川取締役えあの今回の改正によりです、ね、あの先生ご指摘のとおり、えー、深夜帯からあの中間帯へのシフト等があの発生をするか、来るということでございますが、あの要因の再配置につきましては、あの時,間をか時間をかけて、ご意見を聞きながら、丁寧に対応してまいりたいと、このように考えてございます。伊藤岳君 まあ丁寧に対応する、まあ、あの労働条件が引下がって人、人、まあ、が対象監視になるところがないように、しっかり対応していただきたいと、これ強く求めておきたいと思います。最後にユニバーサルサービスに関わって、えー、お聞きします。えーまあ、大臣、今回の法改正により、先ほど来お話があるように、郵便のユニバーサルサービスの水準は低下することになります。 この改正にあたって、条件不利地域や、またあの障害をお持ちの方々などの意見は聞いたのでしょうか、また、法施行後に条件不利地域や障害者の方々の意見を聞く予定などはありますか武田総務大臣今回の法改正に関する内容を議論しました情報通信審議会におきまして、論点整理案と答申案の2回、 パブリックコメントを広く募集いたしましたが、その対象には、条件不利地域にお住まいの方や、障害をお持ちの方も含まれていると、このように認識しております。また、法施行後におきまして、条件不利地域や障害者の方々を含む国民利用者の皆様には、日本郵便とも連携し、今般のサービス見直しの内容等について、丁寧に周知・説明を図ってまいりたいと考えております。 伊藤岳君絹川社長同じようなことをお聞きします、えー、法改正にあたって,て法の改正の実施後ですね条件の不利地域の方や障害者の方々に意見を聞くという予定などありますか日本郵政絹川取締役 あの情報通信審議会の中で、すでにパブリックコメントが行われているということでございますので、当社として改めてご意見を伺うことはあの考えてございませんが、郵便サービスの見直しの実施に当たりましては、総務省のご指導をいただきながら、丁寧に周知、対応してまいりたいと、このように考えてございます伊藤岳君。あのパブコメの話もありましたけれども、私も見ましたけれども、条件不利地域の方、障害者の方の全く聞いてないとは言いません、しかし、本当、ごくわずかだと思います。 で今回のユニバーサルサービスの低下によって、一番あの不利を被る方々の地域の方々、障害をお持ちの方々の声を聞くというのは、本当に大事なことだと思います。ユニバーサルサービスを担う者として、まず国民の声を聞くことが基本姿勢としてつながれる必要があると思いますが、まあ、国民の声を今後も聞いていく基本姿勢、木川社長どううでしょうか日本郵政、桐川取締役。 私どもです、ねあの、お客様本位のサービスということでございますのであの、いろんな局面を通じて、お客様の声をきちんと聞いて、できる限りの対応していきたいと、このように考えてございます伊藤岳君。ぜひあの、法施行後です、ね、条件不利地域の方、障害者の方々などの意見を聞く機会を設けていただきたい、えー、強く求めたいと思います。さててこれまで歴代のの総務大臣はユニバーーササルサービスの維持について いろいろ答弁をされてきました高市大臣は2015年6月4日の総務委員会で文書による通信手段であります新書の送達という事業は国民の思想表現の自由に密接な関わりを持っておりますし大変重要な分野でございますまた基本的な通信手段としてきっちりユニバーサルサービスを確保することで 憲法で保障された通信の秘密を保護するという観点がございますと、憲法との関連でも答弁をされました。また、今日おられます片山虎之助大臣、当時の2002年の総務委員会で、やはりしっかりしたユニバーサルサービスという点は、これはナショナルスタンダードとしても守ってもらわなきゃいかぬというのが我々の考えでございますと、答弁をされていました。高田大臣、郵便ののの、ユニバーーササルサービスのについての 武田大臣、の決意を聞かせてください武田大臣時間ですので、お答えは簡潔願います、まあ、あの今回のこの法改正をもって、ですねしっかりとした業務の見直しをまずは行っていただくことが重要だと思いますし、えー、我々としても郵便事業への監督責任というものをしっかりと果たしていきたいと考えております伊藤君。 単にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより討論に入ります。別に意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。郵便法および民間事業者による新書の送達に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。 よって本案は前回一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。この際、中タ君から発言を求められておりますので、これを許します。中谷正義君。